日本モーターボート選手会常設訓練所は、愛知県壁南市にある協定選手の訓練施設である。通称は、壁南訓練所。愛知県唯一の天然故障である、油が淵の湖岸に設置され、訓練静粛者と競争水面、プール施設などで構成されている。最初のスタート事故によるペナルティを受けてから90。 そう内に再度スタート事故を起こした場合、優勝戦でのスタート事故を起こした場合、ボートレースにおいて、コンマ0.05以上のフライングと定義されている、非常識なフライングと判断されるフライングを切った、ボートレーサーなどが2泊3日の日程で研修を受ける。スタート事故による対象ボートレーサーの訓練内容は、主にスタート訓練であり、最終日に5本連続で正常なスタートをすれば、 合格となる。この他ボートレーサー養成所訓練生による訓練や、新人選手訓練、技能特別訓練、社会研修などが行われる。研修は月に2回程度実施されている。なお、現役ボートレーサーなどを対象として、年1回義務付けられている定期訓練及び臨時訓練については、この常設訓練所ではなく、福岡県柳川市にある。 ボートレーサー養成所で実施する。対象ボートレーサーの訓練所までの交通費と研修参加費は全て自己負担であり、また研修中は外出は禁止となっている。この訓練所は勤労青少年水上スポーツセンターとして一般にも開放されており、各種水上スポーツの普及活動や宿泊研修に利用されている。ありがとうございます。